校舎棟、高松市立高松第一小学校、高松第一中学校は、香川県高松市松島町2丁目にある、公立小中一貫校。愛称は、高松第一学園、高松市中心部の東部に位置する中学校である。また、四国地方発の施設一体型小中一貫校である。高松市中心部の複数の小中学校が、少子化による、 生徒、児童数減少を受けて、小中一貫校として統合されたものである。中学校は2009年に、旧高松市立旧地中学校と、旧高松市立三広中学校を合併。小学校は、翌年2010年に、旧高松市立新潮屋町小学校、旧高松市立築地小学校、旧高松市立松島小学校を合併し、開校した。なお、 学校跡地が本校の一部となる旧松島小の児童は前年度より新校舎を使用していた。公明決定前の歌唱は新設統合第一小中学校で、現校名はその第一がそのまま使われたことになる。夢に向かってたくましく挑戦する意欲を持った人づくり、生徒像、児童増加詞は合併前の5校の児童生徒から募った言葉を編集したもので、名義は 高価作成委員会。作曲は高松第一高等学校教諭の大山明。通学区域は高松市本町地区の一部、高松市中心部の東部一帯にあたる。また、目義町は中学校のみが校区になっている。小学校、中学校共通中学校のみ2008年度から観光庁503番地、505番地、509番地、1。 510番地から538番地、539番地、及び松島町が玉も中学校から休校用中学校の校区へと変更になったため、経過措置として、これらの地域に住む者は、変更前の玉も中学校への通学が認められている。また、逆に2008年度から西木町一丁目1番、2番、5番、6番、番町一丁目1から9番、玉も町、 丸の内1から11番、内町1から3番、6番、7番、小ぶき町1丁目、小ぶき町2丁目、西の丸町、西内町、丸亀町、兵庫町、古新町、都木屋町、高野町、梶子屋町は、九条内中学校から市運中学校へと変更になったため、経過措置として、変更前の九条内中学校の統合先である、 東校への通学が認められている。東校は、小中一貫校ではあるものの、小学校は、メギ島がメギ小学校の校区となっている。ただし、2005年度以降は同校に在籍児童はおらず、休校中であるため、事実上小学校から中学校への完全、エスカレーター式になっている。隣接する、私立中学校を隣接する、私立小学校。ありがとうございます。